鬼木監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今シーズン一つ目のタイトル獲得です。いかがですか？いやもう本当にまあ率直に嬉しいですし、本当チーム全員の勝利だと思ってます。チーム全員のというお話ありました。宣言通りに選手を全員入れ替えて一つ目のタイトル獲得、この点はいかがでしょう？いやもう今シーズンね、こういう戦いも増えると思ってますし、ただ、厳しい基準の中で、この先進んでいきたいと思ってますので、今日は非常に良かったと思いますけど、これをここで終わらさずに、続けていくことが大事だと思ってます。